ぞ。なんだよ寝てんのに。カモノさん、カモノさん。はいはい。どんだけ連打してんだよ。ったく。はいはい出るよ、うるせえな。こんにちは。今お時間よろしいですか？しまった。訪問販売員かよ。私古置薬品の楠木夏美と申します。本日は弊社の新商品のご紹介に来ました。可愛い女を派遣すれば買うとでも思ったか？残念、貧乏人の家に来たのが運の月だったな。俺この後バイトなんで。それ引っ込めてください。じゃあドアを開けてください。はあ、って入ってるし。今回の新商品ですか？楠木さんって聞いてねえし。こちらデカマランディです。精力剤の訪問販売。これを飲むと勃起が6時間前後持続すると言われ、そしてなんと大きさも1.5 倍になるとされています。今ここで定期購入のご契約をすればこのお値段。無理。なんでこんなにお安いんですよ。高いわ。こんなうさんくさいものに大金払えるか。だいたいそんな金払えたらこんなボロアパートに住んでねえよ。効果もわかんねえしよ。その効果についてですが、今ならサンプルとお試し体験がついてきますよ。お試し体験。結局定期購入契約しちゃったよ。しかも途中解約の倍違約金が50万円ってどう考えても悪質じゃねえか。お、なあもう誰だよ。お時間よろしいですか？一度悪質な販売員から商品を買ったが最後、同業者に顧客リストが出回り、毎日のようにあらゆる悪質な販売員が。俺には10個下の千鶴という幼馴染がいる。お互い兄弟のように仲良く育った。しかし千鶴は体が弱く、入退院を繰り返し、次第に顔を合わせなくなり、年頃になるにつれ交流もなくなった。だが今日、そんな千鶴と数年ぶりの再会。しかも一晩二人きりで。春兄、お帰りなさい。ああ、制服にエプロンって。急なお泊まりで迷惑だったかな。あ、おばさんたちは急な出張で留守ならしょうがないって。一人じゃ心配だし。ありがとう。ちょっと待っててね、すぐできるから。しかしあんなに小さかった千鶴が、時間経つの早いな。おお、ずいぶん気合の入ったメニューだな。口に合うといいんだけど。いただきます。ん？めっちゃうまいよ。このハンバーグとかチーズ入ってるし、なんで俺の好み知ってんのってくらい。ちゃんと覚えてるよ、春兄の好きな食べ物くらい。それに昔と何も変わってないんだもん。だよな、千鶴だって全然変わらないもんな。会えなくても、春兄は春兄だし、私は私。おお、お待たせ。そろそろ寝るか。どこで寝るの？え、俺は俺の部屋で寝るけど、
布団は母ちゃんがリビングに置いてくれたから自分で敷いてな。じゃ、おやすみ。やだ、春兄と一緒に寝たい。は？だって久々に会えたんだよ。寝ちゃったらもう今日が終わっちゃうなんて寂しい。ダメ？本当に変わってない。俺が帰るってなると寂しがるから。で、俺がいつも折れてたんだ。しょうがねえな。ちょ、おい。ずっとこうしたかった。ハルニーと会えない日がずっと続いて、もう話すこともなくなっちゃって。だから、今こうできることが夢みたいだよ。それは俺も。ねえ、ハルニー。ん？当たってる。あ、違う。これは、そんなこと言ったら、お前だってでっかいの当たってんだろ。仕方ないじゃん。これで分かっただろ。もう昔と同じように仲良くはできないんだよ。お互い大人の体になっちゃったんだから。そんなの嫌だ。大人になったハルニーとも仲良くしたい。昔と同じじゃなくてもいいから。おい、本気かよ。下手くそ。大人はこうやってするんだよ。にしても、千鶴って料理うまいよな。将来プロとか目指してんのか？将来の夢は昔から変わってないよ。春兄にはもう何度も話してるし。俺も知ってる千鶴の夢。あ！しょう